グリーンデーはアメリカ合衆国カリフォルニア州バークレー出身のパンクロックバンド。1987年結成。1990年にレコードデビュー。1994年にメジャーデビューを果たす。パンクバンドとしては、史上初のグラミー賞の最高賞、最優秀レコード賞を獲得するなど、ポップパンクを代表するだけでなく、 パンク史においても重要な地位に位置づけられるバンドである。グラミー賞の最優秀、オルタナティブアルバム賞を受賞した、ドゥーキー、最優秀アルバム賞を受賞した、アメリカンイディオット、21世紀のブレイクダウンなどのアルバムのほかバスケットケース、アメリカンイディオット、マイノリティ、グラミー賞の最優秀レコード賞を受賞した、ブールバード・オブ・ブロークン・ドリームスなどの楽曲で知られる。 2012年に、うの、ドス、トレ、を2ヶ月ごとに発売した。2015年に、ロックの殿堂入りを果たした。2016年時点で下記の3人が、バンドのライブにサポートメンバー及びツアーミュージシャンとして参加している。バンドのサウンドは、ラモーンズやザクラッシュ、セックスピストルズなどと比べられることが多い。アメリカンイディオット絡みでは、 オアシスのノエル・ギャラガーから強い抗議を受けている。オアシスのヒット曲であるワンダーウォールとブールバード・オブ・ブロークン・ドリームスのアレンジが告示しているというもの。この抗議に対してグリーン・デイ・サイドからのアナウンスはされていない。2006年、雑貨店経営の男にアメリカン・イリオットは自分が高校時代に作曲したものであると訴えられた。内容は 高校時代自分が作った曲を悪意のある同級生が盗み聞きし、10年以上経ってビリーに渡り取引をしたという主張で証拠もほとんどなかった。当然裁判所はこれを棄却。男は新たな証拠を探し、また訴えるという。ありがとうございます。